県内でも有数のフルーツの産地である和歌山県橋本市。特産品であるブランド柿やぶどうなどの生産が盛んな町です。また日本一の生産高を誇るパイル織物など高い技術力を誇るものづくりの町橋本市でも、少子高齢化の進展とともに農業の担い手は減少し続け、多くの柿畑が耕作放棄地へと変わっていきました。俺の代で終わりかな、中人の方が多いに違いますかね。柿はこう12、3キロあるかな、腰、足、やっぱり重いもん持って、みんな無理して取っとるん違うかなと思うんだけども、十分な生計を立てるのが難しいため、息子さんから農業を継ぐと言われた時反対したという農家さんもいらっしゃいました。いや、それは断りたかなかったけどね。やっぱりね、生活ができへんのですよ。特に橋本の農家って、その一つしか作ってない、柿だったら柿しか作ってないんで、こう生活をするっていうところまでいかないんですよね。柿の収穫期にしか入ってけえへんと、こんなことしとったら若い子育つわけでもないし、やっぱりせっかく今までいいものを作ってきた伝統っていうのを、まあ、守っていけなくなる。このままいったら柿農家が滅ぶなと。祖父の代から柿農家を営んでいる大原さんは、脱サラしてでもこの橋本市の柿を全国に発信したいという強い思いを持っていましたが、そのためには多くの初期投資が必要でした。そんな時、橋本市からふるさと納税を活用した新規就農支援の声掛けがあり、これを受ける決意をしました。その未収益期間の食べていく蓄えがなければなかなか始めれないっていうのがあったんで、まあ、それをサポートしてくれるのが、その新規就農の補助金やと思ったんで、それがまあ、あったおかげで、まあ僕も収納できたかなというふうに思ってます。その後、大原さんの柿は橋本市のふるさと納税の返礼品にも登録され、販路を拡大していきました。初めて、まあ大原さんとか若手の農家さんとお会いして、でふるさと納税にまあ参画していただくような形になりまして、それからまあふるさと納税の方も成果がどんどんまあ出始めたんですけれども、それをきっかけにまた次の年も農家さん増えましたし、まあ、今ではその20軒ほどの農家さんがいろんなフルーツを出してくれてるんですけれども、うまくサイクルができているように思います。まあ、僕だけがまあそのふるさと納税の返礼品で、ね、所得を上げるんじゃなくて、僕らみたいな同じ世代の農家もこのふるさと納税で収益上げれるようなアドバイスもしていきたいですし、でもそれを見て農業が儲かれば、その背中を見て農業がしたいっていうふうに思ってくれる、農業魅力的やなって思ってもらえるようにしていけたらいいかなと思ってます。若手農家さんたちの意欲的な取り組みに応えようと、市長は積極的に農家の方たちと話し合いの場を持ち、橋本市の農業の未来についても二人三脚で考えるようになりました。若い人たちが橋本へ行ったらいい農業ができるよというふうなところも定着をさせていきたいですし、農業に転職してきても安心して生活できる環境というのを作っていかなきゃなと思っています。ふるさと納税事業者として携わらせてもらったことで、橋本市全体のこともちょっと考えるようになって、僕らが頑張ればやっぱ地域社会に貢献できてるんじゃないかなっていうふうな意識も強くなってきて、和歌山の柿を日本全国に全世界に発信していって認知してもらえるようにすることが僕の使命だと思ってます。